Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West. I just gotta feel something.和歌山観光最終日今日はもう和歌山県の行きたいところ残り全部行くって感じで、うん、もうね今和歌山の真ん中あたりにいるのかな。そうだ、海沿いの真ん中あたりにいて、今日はそこら辺の白浜町海沿いの観光スポットに行って、でそこからもうあの一気に和歌山市の方に大移動だね。でまあその途中にも行きたいところが何か所かあるので、そこに行って観光しつつって感じ で、はい、で夜は和歌山グルメを食べる、そんな日程で行こうと思います。はい、レッツゴー。何これ。着きました。まず千畳敷に来た。無料の駐車場だね、ここ。なんか公園みたいな感じなのかな。千畳敷、ここは太平洋に突き出た広大な岩畳。今から約1800万年前から1500万年前にできた地層だって。それが侵食されてできたものか。え、すごいね、地層感がすごいね。ここから降りて、あ、そっちかな。降りてみる？降りれるのすごいね。いいじゃん、模様がすごいね。すごい、マーブルみたいな。え、すごい、なんか日本じゃないみたいじゃない、この辺。うん、すげえ。すごい、ボッコボコだよ。ああ波打ってる。すごいな。千畳敷から移動してきて、もう一個近くにあった三段壁。高さ50メートル、長さが2キロ、分布する海に直立する崖、海食街。崖なんだ。あれか、千畳敷と一緒でマグマによってできて侵食されてできた崖ってこと？そうだね、ここもマグマ関係だ。こっちも結構迫力ある。あ、あるね。ここ展望台だよね。無料の展望台。あ、恋人の聖地、桂由美さんの恋人の聖地だ。あ、すごいね。こっち来てよかったね。よかったよかった。ちょっと千畳敷に行くまで知らなかったけど、千畳敷の方に説明書いてあったんだよね。ここも合わせて景勝地って。車で3分だから、ね、すぐ来れたね。駐車場もまた無料だったし、ありがたい、ね、見応えあり。ちょっとまた移動してきて、今度は白浜。もうすでに白いね。白いね、白白いビーチなんだよね。夏すごいだろうね。ねえ、夏人いっぱい来るんじゃない？海水浴場って書いてたし。え、柔らかっ。そろそろこんな浜あるんだね、日本に。なんか沖縄とかならまだしもさ、こんな本州にあるんだね。めちゃめちゃ気持ちいい。気持ちいいよね。サラサラ。サラサラサラ。
つかないじゃん。全然手につかなかった。海もめっちゃ多いね。海もこれ水色じゃん。沖縄じゃない？沖縄に来た？沖縄行っちゃった。瞬間移動した？これ沖縄だ。すごいね。本当にすごいよ。綺麗すぎじゃない？綺麗すぎ。ここまで綺麗なの私初めて見た。沖縄行ったことないからさ。海の綺麗さに感動してる。すごい。こんな透明？すごい気持ちいいよ。サラサラ。うわこんなにサラサラだったっけ砂浜の砂って。まあそもそも白い砂ないあんまないからね。ないよここまで白いの。沖縄しかないと思ってた。ねえ。さあ行くよ。置いてかないで。怖い。ああ。よし。はい、じゃあ帰ります。またちょこっとだけ移動してきて、次はこれ、さっきちょっと見えたけどね、移動中からも、あれは円月島。ぽっかり空いてるんだね、丸く。すごい、ぽっかり。本当に月みたいだね。これあれだね、夕方とか太陽がこう重なったりしたら本当に綺麗なんだろうね。ね。およそ300メートル先、右方向です。さあお昼です。12時半。12時半です。で今日は2月の3日節分の日です。はい。はい、せっかくだからね、恵方巻き食べたいから、ちょっと今スーパーで買ってきた。で、恵方巻きミニ。ちょうどいい。ちょうどいい。今年の恵方は南南東のやや南だって。なんかそれが今だとそっち。ちょっとこのミラーの方向。だから二人でそっち見て食べよう。無言で食べるんだっけ？無言で、うん、寂しいやつ。寂しいけど、まあミニだから行けるよ、すぐ。いただきます。いただきます。シュールな映像になるかもしれないから、いただきます。そっちだよ。ごちそうさまでした。めっちゃおもろかった、シュール。あー、いや美味しかった、うん、贅沢だ、うん、ちょっと次がもっとね上の方に移動するから長時間の移動行きましょう。はい、はい、移動します。到着。だいぶ移動してきたね。いや遠かったね。ねえ、由良町っていうところまで来た。そこの道の駅白崎海岸、白崎海洋公園、白崎海洋公園です、はい、でもすぐ後ろ岩が白い、そしてでかい、一面白いよね。囲まれてんだね。ね、そしてやっぱ海が近いから風がね、風あるね。寒いね、冷たいよね。本当はね、ここでキャンプもしようか考えたんだけどね、ちょっと寒いかなっていうので、風も強いし。そうで、なんか乗り入れが荷物運ぶときしかできないんだっけ、フリーサイトは。そうだよね、フリーサイトは乗り入れができないから今回は諦め。
立ち寄るだけにしてみた。ここが道の駅だね。駐車場が向こうで道の駅で、でそこ右の方に行くと展望台と、あと駐車場ももう一個あるんだ ね、 ね、9時から5時これ歩いてくる？車で行く？車で行く？ 400m って結構あるよね。意外とある。ちょっと寒いから車で行くか。車で行こうか。こっちの方がすごいね。こっちの方がすごいわ。奥の方が。でもこっちは5時で閉鎖されちゃうんだもんね。うん、こんな感じで結構広い駐車場だ。で、あの向こうからね、ここから登れそうだからそこに行ってみようか。螺旋階段。螺旋階段。うわすごいすごいすごい。あ、なんかすごそう。白い。おお。すごいね、間歩けるの。すごい。結構登れるね。結構上だね。上だ。あ、すげえすげえ。おお。めっちゃ海見渡せる。すごい。明るく見える。もう現在地白崎。すごいね、淡路島と四国が見えるんだね。これが淡路島で、こっちにうっすら四国が。四国見えると思わなかったね。すごい。なんだこれ。自分たちもさ、白いの着てるからもう真っ白。すごいね、綺麗だし、人も少ないから見やすいし、うん、あとはまた1時間ぐらい移動して、うん、次の観光場所へ行きまーす。今ちょうど4時。あれから1時間ぐらい経ったかな。でもまだもう1時間移動します。まだかかります。なのでコーヒーが飲みたくなったので、久しぶりに会ったセブンで。なんか和歌山セブンイレブン少ないよね。ずっとなかったよね。南全然なかった。そう、南の方全然なくて、久しぶりに出会ったのでセブンイレブンコーヒーゲット。あとね、三段引きのところのお土産屋さんが 10% 引きで売ってたから、シューメーカーのかげろうっていうお菓子を買ってきた。いただきます。あ、あ、美味しい。ふわふわ。あ、軽っ。めっちゃ軽いね、本当に。美味しい。買ってよかったね、これ。うま。うん。Do you remember how we kissed in the kitchen? 着いた。間に合った？あ、ギリギリ、超ギリギリ。もうあと5分で日没だよ。もう見えなくなる。あ、ほぼ見えない。やばいやばい、沈んじゃう。なんとか展望台にはたどり着いたけど、沈んでる沈んでる。あー、綺麗、夕空だ。
because I got to say so I'm in love with you。 あと数分遅かったら全然見れなかったね。危ねー、危ねー。ギリギリ。いや、この景色すごいね。でその奥にあるのが淡路島。淡路島だ。さっきあんなうっすらしか見えなかったのにはっきり見えるよ。すごい近っ。これだよね、これ。このはっきり見える。うわー、いずれここにも行くんだ。さあ、日が暮れても今ここね、来るまでの道が結構薄暗かったから、暗くなっちゃうからね。ね、帰りますか。これ晴れてる日中も良さそうだね。きっと綺麗だよ。うん、さあ帰りまーす。さあ都会に来たよ、はい、和歌山市。もう夜何時今？6時半。最後に夕飯です。今日は夕飯はもう言わずと知れた有名店ですね。井出商店。開いてるかな？開いてるかな。混んでないといいね。ね、行ってみよう。行ってみよう。お腹空いた。これが中華そば。二人とも中華そばで、これが早寿司、サバ寿司だっけ？サバだ、サバだ。ね、美味しそう。いただきます。違う。こちらお願いします。はい、あっさり。うん。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。なんかほんとこうこじんまりしたお店で、もうほぼなんていうか全部カウンターだね。そう。多分なんか土日の日中とかだともうすごい行列になるんだと思う。ね。うん、そうみたい。ね。そうお店の前行った時さ、うん、すごいこうもう匂いが豚骨の匂いがすごいして、うん、食べてみたら意外と醤油もね、醤油だね、強くて、うん、豚骨醤油みたいな。結構食べやすかったよね。食べやすかった。スープが美味しかった、ね、美味しかったね。最高ですね。最高ですね。和歌山の締めにふさわしい、ふさわしいね。大満足でした。はい、はい、じゃあこれで和歌山観光は終了で、うんうん、次の県に行きます。何県かな。はい、じゃあ今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。